汚れている。あれこれヤッフーってやんないといけないよね、これ。うわぁ、ヒカキンゲームズ、ブンブンハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカキンのマリオオデッセイ実況パート8、パート8でございます。前回に引き続き都市の国後編やっていきたいと思います。ジャズが気持ちいいね。続きからさあ行きましょう。そう、あのね、確かフェスティバルが、開催するには発電所、地下の発電所をこうなんか、なんか復活させなきゃいけないみたいな感じだったよね、確かね。さあやっていきましょう。ヤッフー！あれ出てこない。こっからか。こっからか。地下ってどっから行くのこれ。地下ってどっから行くのこれ。ヤッフー！地下はどうやっていくの？よし。いいよね、ここは相変わらず。なんか暗くなくてさ、ねえ、バイク。ぶっかましてくぜ、ほら。ここにやろうか。どこやってたほら。信号なんて関係ねえんだ、ほら。どこやってたほら、ほら。って感じで、地下ってどこですか？地下ってどこですか、これ。フェスティバルはここでやったから、地下への、地下ってど？まさか、まさか。あのなん、あれ？これは一体これか？マンホールの入り口ですか、これ。まさか、ほんと何も知らないからさ、これ何これ。え、おっちゃん、何これ。ペチョ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 。発電所を調べに来たのですが、マンホールが開かなくなってます。なーに、すぐに行けない感じか。あのなんか火が出てたところは、あ、これこれこれ関係ないんだ。あ、これ発電所がなんかショートしてるから煙出てんだな、これ。で、どこ行けんのこれ。どこ行けんのこれ。この人もなんか怪しいな。こんな人いなかったよね。ほい、金髪兄ちゃん、地下の発電所行かれるのですか。大きなマンホールから入れると思います。いい、入れないじゃん。入れないじゃんか、ここ。なんで、あ、待って、ここになんか旗出てる。あったっけこれ、もともとカフェエリア。できちゃった。 L 動く。あー、バカ。オッケー。まさかマンホールの蓋になれるんだね、マリオは。いやっほー。え、やられちまったかと思ったよ。さあ行きましょう。めめ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 。なんかビビってるおっちゃんがいるぞ。なんで、え、怪しい。ちょっと待って、怪しすぎるぞこれ。別のエリアから行くのか。え、入れる？入れないよね、これ。この手前はまさか関係ある？え、関係ある。怖え怖え怖え、わかんない。こっち側がわかんない。あー、危ない危ない。めめめめめめ、ないよね、これ。なんもないね、多分。進んだら、あそこに行けるようになるんだと、そう信じましょう。あ、なんかボタンがあるな、中に、あの赤いやつが。よーし、進んでいきましょう。ビンビン、ネズミ。え、え、ああ、かわいそうに。かわいそうに倒しちゃった。ただちょっと怪しかったの、今のネズミ。あんなちっちゃいの今までいなかったのに。あ、これ怖いやつだ。あ、あれ違う違う、なんかあのブワーって広がっていく怖いやつかと思ったら、うじょう。おお、あ、一回動かすともうこれは動きっぱなしなのね。オッケー。ベンベンベン、いいサウンドだ。あ、違う、これ一周ぐらいしかしないのか。ベンベン、ミツバクフラマー独白よ。ベンベン、うばん、そっかそっかそっか、初めて出会ったわけじゃないのにさ。え、これ関係だったっけ。あ、これ関係ない。ベンベンベン、これきついやつです。あ、きつくないわ、全然きつくないわ。これっていきなり踏める？あ、踏めるわ。ほい、あ、これで回転させていくと。え、あれ回転しないわ、これは。不思議だね。怖い怖い怖い。よし、ちょうどいい高さになってる。お前は何でも9月のって感じで、毒が怖い。毒を油断してる。あ、ハエくんだ。そして紫コインある。このハエくんマジで嫌いなんだよ、これ。
可愛さのかけらもねえや。この野郎が。で、紫コインをしっかり取って、そう、服とかも買いたいんだよね、おっしゃるのやつね。確か、この都市の国になんかお店あったもんね。確か入り口らへんとかに。さあ、で、こういって、発電所でもここってことは、どこか、あ、さっきのボタンがゴール？まさか。ぽいな、最初にゴールを見せつけてきてる感じだな。え、待って、これどうやって行くの？え？ちょっと待って。これ。え？え、これどうやって行くの？え？こういう、なんか、こういうスーパージャンピンとかある？え？え、なにこれ？うわー！やった！今そうだったらいいなって思ってやったけど、やったぜ。上をやった方がよくね？はい！来ねえ。あっ！あーし、危ない。あ、ネズミがいっぱいいる。ネズミはコインをくれるんだな、これ。来んやろ。よし。なんかあれだね、やっぱドブだからちょっとネズミとかハエとかばっかりだね。んで、お、これかっこいいね、この壁。え、ハエが描かれている。これはちょっといけないあんちゃんが描いちゃったね。これいけないからね、本当はね。かっこいいんだけどいけないからね。よいしょ。イエーイ。うーちょっと待って、ちょっと待って、もう一回回転して、うわっ。そうだ、奇跡を起こすんだ。うわっ！ちょっと待って、これ止まんないのこれ。マジで。マジで。ビビらず行く。ビビらず行く。おお、ビビらず行く。よっしゃ、完璧かよおい。天才かよおい。ヒュー！ムーン！オッケー、下水道のムーンで、ちょっと汚れているかもしれない。汚れている。あれ、これヤッフーってやんないといけないよね、これ。うわぁ、ヤッフーで届いてたんだけど蹴っちゃったよ。ヤッフーってたまにしかやんないからさ、やり方忘れちゃうんだよね。またこっから、マジで。あ、これ乗ってていいのか。これどういけばいいの、これ。こういってここ上乗ってから、よしよしよし、そっかそっか、こうなんだな。オッケーオッケーオッケー。むずいな、ここ地味にむずかったぜ。さあ、発電所、あ、もう来たよ。え、こんなすぐ発電所終わるやつなの、もしかして。これ、悪役じゃないよね、まさか。ポリン市長裏切りのやばい女じゃないよね。発電所が気になったので、私も来てしまいました。あんた、たくましいんだね。尊敬するね。こんなところにまで怪物の仲間が来ていたのですね。え、え、それだけ。え、ちょっと待ってちょうだいよ。これはきつくね。え、え、これきつくね、結構。こういう感じか。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、ここにある。これで、え、これだけじゃダメなの？倒さなきゃいけない系？このままでは発電できません。邪魔されて動かせません。何？なんだと？倒さなきゃいけないのか。そういうことか。あ、ほんとだ、弱えわ、こいつ。全然強くない。そっか、ちょっとでかいだけか。中ボス、中ボスとも言わないくらいだわ、これ。よし、あー、危ない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 、よっしゃー、オッケー、よかったー。
よかった、ムーン、よかった、ムーン。オッケー、これで発電機が動かせる。あ、動いた。あ、ほら、あの、おっちゃんたちがなんかガッツポーズしてるわ。これで、カーニバルだよ。フェスティバル。カーニバルじゃねえや。フェスティバルで3番になっちゃうよ。フェスティバルだよ。さあ、これが、あ、割れて押せる、押せる系だ。オッケーオッケーオッケー。これは気持ちのいいヒップドロップができそうだね。いくぜ。ニュー・ドンク・シティ・パワー。Yeah, what's up, man? You, New York, New Donk City Power! Yeah, wah! あー、怖い、ちょっと感電しそう。あ、ムーンみたいな、ムーン製造機。何これ、偽物、これ何これ。はーん、これ。全部ちょうだい、偽物でいいから。ん？お！いい音楽きた！バラバラバッバッバラッ。最高だなこれ。ありがとうございます。発電所は問題なく動いています。いいね。いよいよフェスティバルが開催できますね。早速始めましょう。おお、そうだ、せっかくの機会ですし、フェスティバルに参加してもらえませんか。また今度のわけねえだろ、やる。よっしゃ、嬉しいです。よろしくお願いいたします。僕ギャラ高いよ。お、伝統のフェスティバル、すげえ。お、すげえ、ジェントルマン。やばっ、おお、主役あんたかい。すげえ美人だね。いいね。おお、すげえミュージカルっぽい。ちょっと待って、なんか変わってね。ドンドンバ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 ン、ゴール目指してくださいって。これまだ戦いがあるんか。行くぜ、フェスティバル。わーお。え、なにこれ、入っていいのこれ。ええ、なにこれ、入りますよ、はい。うわ、全部これ横画面的なやつ。これ横スクロール系。あー、なにこれ。これ当たっちゃいけないやつ。これ当たっちゃいけないの、これ謎の物体が流れてきてんだけど、なにこれ。よいしょ、横向き。オッケーオッケーオッケー。いやー、なんかね、ニューヨークだね、これ。ニュードンクシティだけど、世界で一番華やかな街って感じが出てて、すげえ好きなんだけど、ここね。僕もニューヨーク行った時は衝撃受けたからね。危ねえ。ほんとニューヨークだわこれ。一応これコインを取りたい。こんなちまちまコイン取るね。フェスティバルじゃないんだよ、ほんとは。おかしいんだよ。もっと豪快に進みたい。あー、すげえ、ハート、よし。うおー、これなんかハムスターみたいになってる。うわー、重力関係なーい。左側押してんのに右に行ってるから。あ、逆さまになってんのか。むずいぞ。むずい、なんかおかしい。これテレビ逆さまにしたいんだけど、これ。テレビ逆さまにしていい、これ。え？あ、これはここか。ここでしょ、むずい、これ。超むずいんだけど、これなんか、なぜか。感覚的な問題で。よし、OK。重力がおかしいわ。地球ももしかしたらなんかおかしくなったらこうなってたのかもしんねえかな。こんな感じだったらどうするよ。さあ、てあーって、おー、すげえ。これはビルを登っているということでいいでしょうかね、これね。人と逆を言ってるわ、これ。いい人生だよね。うん、みんなと真逆を行くっていう人生。悪くないね。さあ、え、これ出ていくの。あ、これ全部避けていくってか。きつくね、これ。え、これきつくね。あ、なんかちょっとジャンプが緩やかな感じがするんだけど、気のせい。あ、これきつくね。ちょっと待って、これ、あのブロックの下、あ、下がちょっと、よし、休憩ポイント。オッケー、ふっちゃ DK。 これドンキーコングだ。元祖ドンキーコング的な。あ、コインをパーフェクト取りたい。オッケー。まあ、ニュードンクシティもこれで終わりかもしれないから、最後気持ちよく行きたいね。あー、危ない。
これで DK だよ DK。 よいしょ DK DK うわ DK いる。うわ DK が投げてたのか。これ樽か。そういうことか。元祖ドンキーコングをやってる世代からするとこの樽は懐かしいってやつだな。ちょっとあのこれこれもしたい。よしてかハートもあるからちょっとくらい食らっても大丈夫そうだな。そこを食らわないのがマリオマスターヒカキン。この樽ってもしかして踏めんのかな。ちょっと怖いから踏まないで来たけど、おっしゃー DK この野郎 DK この野郎 DK この野郎あんま悪いやつじゃなさそうだったけど倒しちゃった。ゴーさあ、おおライブしてるわ。いつの間にここにライブ会場。よっしゃ、はい本日の主役失礼します。オッケーイエーファスティバルに参加していただきありがとうございました。これは私からの俺です。グランジムーンやっぱりグランジムーン。うわ美しく見えるぞ。今までちょっとなんか色汚いとか言ってたけど綺麗だね。もう綺麗。最初雨降ってたね。ニュードンクシティが気づいてみたら最高の夕焼けだよ。ヤッホーオッケー、気持ちよく次の世界行けそうだ。次の街は何だろう。さて、お昼間になった。翌日ですねこれね。いいホテル泊まったのかなマリオは。さ、もう余裕だよねこれ多分。ゴー、あ、ベベベベ、ゴー。うわ、もう65個も取ったんだな。さらにこれが足されて70何個取ったね。まあ、だいぶ時間かかってんだけどもね、マイペースだから。さ、え82、すごっ。計算ができない、計算ができない男。82、よ、あと3個くっ、頑張ろうニュードンクシティ、あれだけフェスティバルでね、フィナーレっぽく行って終われないっていう。足りないね。うん、これなこれ。はい、ヒント、キノピオ。こんにちは、マリオさん。ピーチ姫をお助けするためパームーンの場所を調査中です。優しい。パームーンが見つからないでしたらコイン50枚でお助け。え、マジで使うわ。使ってみよう、このなんか黒縁メガネくん。印をつけた。何それ、答えじゃんえ、え、嘘やろ。え、え、これ今のとこじゃないの。は、え、あ、あるーあるーあるマジやっば、カンニング半端ねえなこれ。え、なにこれ。え、あ、人が来た、人が来た。ちょ、いいとこだったのに、もういいとこだったのに。もうはい、はーい、よかった。よし佐川急便夕方よし。いやー、これマジかよ。これ最初からあったのこれ。気づかなかった。これコメントとかでもし教えてくれてたらごめんなさい夕方あと2個。鉄骨トンネルの奥、こんな甘っちょろいとこにあったんやな。あと3つ。あー、危ない。あー、びっくりした、落ちちゃったかと思ったよ。あと3つ。あ、待てよ、キノピオカンニングしてみ。あーもう一回もう一回さよならさよなら。え、これ全部教えてくれんのこの人って。ねえねえ、あんちゃん、え、マジでヒント買います。ヒントもな、この世の中金金金じゃないからね。愛ですよ、愛です。おお、これやばいね。もう現代のゲームはこれ攻略本とかいらないレベルだな。教えてくれちゃうんだもんこれ。ほら、とりあえず行ってみよう。地図にだって打ってくれるってやばくない？ピンを打ってくれる。ああ、すぐそこだ助かるねこれは。マリオの世界でもお金の力は偉大なんだね。まあ確かにね、お金ってのはね大事だからね。え、鉄骨の中？マジで？バッテンだよね。バッテンマークだよね。あ、これの左、あ、これか。これ？これ？あ、これの上ってこと？じゃない。あ、待って、これなんだこれ。あ、怪しい。これ何この棒？棒何この棒棒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 。よし、あれ？え？何これ？あ、下から？おお！あ、これか！
ゴミ？ゴミムーンですか？え？ゴミムーン？あったあったこれは難しい。よかった、ムーン、ゴミ袋ムーン。ゴミですもはやゴミで、ラストか、もう。ああ。さあ、あと1個はじゃあ自力で見つけっか。ねえ、世の中ちょっとね、カンニングばっかしてるとダメだから。おお、紫コイン。あ、あそこも行ってないじゃん、あっちのビルの上も。どうやって行くんだ、あそこ。あ、あそこに乗るところがある。え、あ、発見してしまった。ここにこれビヨンヨーンがあるじゃん、これほら、ビヨーン。おお、マジでマジで。で、これ取って、いいよとか言って、こうしてこれで弾いて、ピューンってやって、え、こっちもピューン、ありそう。ラグビーボール、あや、あああっち怪しいな。こっち行ってみよう。 OK。 んで、こうしてもうピューンってこれ上手くなってきた。コインしかない。んで、よいしょ、ウィッヒーやって、あ、え、遠回りだな、ちょっと。ただ、ここを経由していかないといけないんじゃないかな。お、あれ、こっちって行かなかったっけ、この辺って。あれ、この辺行ったぞ、前。こっちから行ったよね。あ、こっちからだと行けないな。これは関係ないよね。むむ。お、あそこは、カフェも行けんのか。行けない。え、いけないの。ただ今カフェどっか登るとこ、あったあったうーん、おーもう、おー、やだったおー、やった、上限上がった。これで大事にしていきたい。待って、え、うわー、そっか、え、うわ、マジで、うわ、失敗。ちょっと待って、すぐ行きますすぐ行きまーすえ、まさかこれもできる系。できるけど、まあいっか、これは。おお、すげえ。あれ、え、ここ何、これ、あれ、ここなんだ。えっ、なにこれなにこれ。あっちにやから世界に広がるスロット部屋にいらっしゃいませっすな。これはギャンブルか。一回遊ぶのにコイン10枚いただきますな。これでも怪しいぞ。勝利だ、バーム。ギャンブルで取っちゃうの。やる。ではスロットスタートっすな。すなすな言ってんな。え、え、ムーンの時に揃えばいいってこと。え、ダメこれ。え、あ、帽子をうまく当てる、それだけかな。タルドはポルドだ、ハ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 ルドはリズム頑張るよ、タルドはポルドリズムか。おー、危ない危ない、ちょっと早かったな今。タルドはポルドリズムか、タルドはポルド、金無駄にして貯まるかっつうんだよ。俺は金を無駄にしよう。よっしゃー、タイミングゲー、よっけー。まさかの最後はギャンブルで取っちゃうっていうね。まあまあ、ニュードンクシティは華やかだから許そうかな。キノピオにだいぶ助けてもらっちゃったけど、まあまあ、これもいいでしょう。あ、ネズミ、ネズミ、くっ、よし、ニュードンクシティクリアだ。オッケー、これで次の国に行けるよ。やったぜ。まだまだやりたいとこもあるんだけど、やっぱ次の世界を見てみたい、そっちを優先しよう。ちょっとここなんか華やかな服とか売ってそうなんだよな。こっちコインだよね、こっちコイン。あー、もうバブルだなおい。フルソフォキザ。あー、こういうのが売ってんのか。コイン1400枚もあんもん。未だに普通の服着てるのがおかしいよね。あ、これでもいつでも買えるやつだよね。これかっこよくね、スーツ。ちょっと買っとこうかな。僕はね、こういうスーツとかフォーマルな感じが好きなんでね。あ、着替えはクローゼットお買いください。やべ、着替えたかったんだけど。じゃあ帽子も買っとくか。50コインくらいなんてすぐだよね。今まで何も買わないで来たのがやべえわ。あ、着替える。お、来たのかな今。初めて来たんじゃないこれ。今更。あら、
おっちゃんっぽいな、なんかこれ帽子だけだと。あ、クローゼットってこれまさか。え、これっぽいよね。え、これじゃん、すげえ。なんだこれ、スプラトゥーンみたいだ。え、こんなん持ってたっけ、こんないい服。あれ、おお、すげえ。これでニュードンクシティやりたかったわ。最初にこれで着ればよかったわ。これで海の国とか言ったらめっちゃ暑そうなんだけど。さあ次は何の国でしょう。冬の雪の国とかだったらね、このスーツでもいいけども。これなんだっけね、もうあんま来ないかもしれないから。こっちも、こっちはこの世界でしか買えないやつだよね。このこ、あ、アメリカーノ、何これ、ステッカー、模型、これ買っとくか。これ買わなきゃ意味ないんだもんな。買っとく。気が向いたらこれに着替えましょう。オッケーオッケー。さあ次の面行きましょう。いや、いいとこだったな、ここ。すごい、ほら紛れてるよ、ほら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 、おっちゃんたちに紛れてちっちゃい。マリオはちょっと身長がちっちゃいね。帰る、ケール、都会からケールっぺ、田舎へ帰るっぺ。俺はもうゴリゴリだっぺよ。よし、よいしょー、オッケー。さあ85個、キノピオがすごい助けてくれたけど。さあってことはもう次んとこで100個くらいってことかね。まだでも全クリではないんだもんね。さあお達成後がパワーアップ。さあ次は何ですか。お、トゥントゥントゥン、久々に聞いた、トゥン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 。お、アメリカ大陸からブラジルの方に行く。え、行き先が分かれたよ。クッパはどっちの国行ったんだろう。お、雪の国と海の国がある。これは服装的にもいいから雪行ってみるかね。前あの湖っぽいとこ行ったから先雪行ってみよう。オッケー。スーツ寒いかな雪の国ガオ、いいんじゃないかな。うん、あ、いいね、スーツいいね。ま、ほんとマリオっぽくないけど、まあ好きだよ。ストライプ入ってるから、縦線が入ってて高そうなスーツなんだよ。さあ行きましょう。じゃあ次回雪の国やっていきたいと思います。うん、85ってちゃんと書いてあるからね。相変わらずちょっとボロいけど。ゴー。お、似合ってる、なんか社長っぽいな。フェスティバルの熱気はすごかったね。よし、僕たちも頑張って追いかけないと。さあ雪の国、まあでも寒さでダメージ受けるとかマリオはないよね、多分ね。予想、雪だるまとか、なんか雪だるま臭いやつが出てくるな、多分ね。パウダーボール、ほら、ボールって言ってる。それも今なんか早速ムーンの光が見えたな。じゃあ次回早速、ああ、もうその初っ端から撮っていこうぜ。ケーキ泥棒の置き土産、オッケー、進めていきましょう。ちょっとでも天気悪いなこれニュードンクシティもね天気悪かったけど、まあこっから次回進めていきたいと思います。うすごく寒い、早く行こう。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってもらいます。寒い。ってことで、ヒカキンゲームズチャンネル登録、こちらをポチ、ぜひぜひ登録お願いします。この動画もしよかったらグッドボタン、評価もお願いします。その他私ヒカキン Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。バイ。